こんにちは。未来クリニックの今井です。今日は私が提唱していますアイウベ体操について、スライドを使って詳しく説明をしていきたいと思います。それでは短い時間かもしれませんが、聞いてください。さあ、行きましょう。さあ、口呼吸とアイウベ体操ということで、今から説明をしていきます。口呼吸、鼻呼吸というのはご存知の方いらっしゃると思いますが、まず説明しますと、息を吸うとき、鼻から吸って、そして鼻の中を通って、喉にから、気管支に入っていくわけです。で、このときに、きちんと鼻で加湿、加温、そして、バイ菌などをろ過して、体の中に入れていくのか、口から吸って、冷たくて、乾燥した、そして、ろ過されていない空気を体の中に入れていくのか、どちらが健康にとっていいかというのは、この図を見るだけでも理解ができると思います。ところが、自然と口で息をしている、口呼吸になっている人が多いのも事実なんです。そのために、ずっと提唱してきましたのが、このアイウベイの体操です。これは、アイウベカードといって、これぐらいの小さな名刺大のカードなんですけど、これを今日本中に配っていって、鼻呼吸を推奨していく。そして口呼吸の人を少なくしていくということをやっています。このアイウベの体操について詳しくお話をします。さあ、アイウベ体操ですけど、何が起こるかというと、この2つの CT の画像なんですが、アイウベ体操をやる前と10回やった後の CT なんです。実はですね、このピンクの部分がベロなんです。アイウベ体操をやる前は、このように上顎にぴったりとついていないベロが、アイウベ体操を10回やると、このようにピタッと上顎についてくるわけです。こちらが正しい鼻呼吸ということになります。ベロの位置だけで口を開けてしまうのか、そして鼻で呼吸するのかが変わってきます。これは本当にポイントの一つです。さあ、この口呼吸ですけれども、体にいろんな問題を引き起こします。まず形、そして機能です。詳しく書くとですね、顔や体が歪んでしまう、歯と口元の変形、学力、運動能力が低下してしまう。これ実際に論文も出てるんです。ドライマウスやドライアイ、いびきや歯ぎしり、浅く早い呼吸、体の冷え、機能低下などなど、ただ口で息をするだけでいろんな問題が体に起こってしまうんです。そして、こういう方々が口呼吸になりやすいので十分注意してください。自分に当てはまるかどうかをちょっとチェックしてみてください。妊娠呼吸法、これから妊娠して出産を迎える方っていうのもそうですね。ジョギング、水泳、激しい運動なども口呼吸の危険です。危険があります。それから病気や痛み、ため息、喫煙などもそうですね。そして寝相や頬杖などもそうです。歌を歌う、吹奏楽、おしゃべりといったものも口呼吸の危険性を招いてしまいます。ですから、おしゃべりが多い職業の人なんていうのも口呼吸になってしまいやすいタイプなんですね。さあ、このあいう例の一つ一つについてちょっと詳しくお説明します。今回、アトピーなどアレルギーの病気、その他には鼻炎、花粉症など、そしてインフルエンザなど呼吸の病気、その他には喘息、この二つについて少しケースを紹介しましょう。まず、アトピーなどアレルギーの病気です。さあ、この方は18歳の女の子でアトピー性皮膚炎でした。ずっと病院で治療するんだけれども、なかなか治らないということで、うちのクリニックに見えました。あ、い、う、べの体操をして、口呼吸を鼻呼吸に変えていくと、3ヶ月後、こうなります。全く何もなくなりました。綺麗ですね。この間、2回治療して、そして3ヶ月で治療が終わりました。口で呼吸するって、こういうふうに、皮膚にも変化が出てしまうわけです。さあ、それから、インフルエンザなど、呼吸の病気です。これは、新聞記事を切り抜いてきたものですが、風邪予防にアイウベ体操とあります。
口呼吸をやめて感染源とありますね。先ほどの図で示したように、鼻呼吸は湿った、そしてクリーンな空気を体の中に入れていくわけです。ところが口呼吸っていうのは汚くて乾燥した空気を肺の中に送り込んでいきます。どちらが体にとっていいかっていうと、当然鼻呼吸なわけです。こちらは子どもたちが学級でアユベ体操をしているところですけれども、アユベ体操をして、インフルエンザが減った、風邪で休む子が減った、なんていうところが出てくるわけです。例えば、これは福岡県太宰府市にあります太宰府南小学校ですが、この、2月度のインフルエンザの平均患者数ですが、平成22年度から24年度を見ていくと、もう24年度はなんと8分の1ぐらいまでになったんですね。他の小学校ではインフルエンザで学級閉鎖や学年閉鎖がある中、この太宰府小学校はみんな元気に登校してきて、周りの学校の先生たちがどうして南小は元気なんだというふうに話題になったということもありました。そしてこれは岐阜県の板取小学校ですね。関市にあります板取小学校ですけれども、アイベ体操を導入してくださったところ、欠席日数が減りました。具体的には、これないですね。具体的にはですね、ちょっと待ってくださいよ。4.5日だった、欠席日数が、これぐらい。1.9日になりました。これは歯科医の真島先生が学校で取り組んでくださった結果なんです。子どもたちの欠席日数がなんと半分以下になったんです。27年、28年と比較してみても、アイベ体操を続けましたので、この4.5日の半分以下に抑えられているという結果です。そして、うつ病など心の病気、他にはだるいとか、ぼーっとするとかですね、それから、便秘などお腹の病気にも、この口周りの筋肉、アイベ体操、口呼吸、鼻呼吸、なんてことが関係してくるわけです。それでは、このアイベ体操を実際にどうやっていくのかということを簡単に説明しましょう。ここに書きましたね。あ、い、う、べ、4つの文字だけです。これを繰り返していきます。で、1回につき、4秒から5秒ぐらい、1文字が1秒ぐらいと思ってください。それを、だいたい1分間で10回ぐらいできるようなペースになります。まず、あからいきましょう。口を丸く大きく開けています。開けていきます。ですね、下の顎をぎゅっと下、きちっと下顎を引っ張るような感覚で大きく開けてください。この時に「お」というふうに「お」の発音にならないように気をつけてください。どちらかというと「わ」の発音に近いです。「あ」声は出しても出さなくても構いません。さあ、ぜひ画面の前でやってみてください。「あ」です。そうです。次は口角を真横に引いていきます。「い」ですね。この時に少し首に筋が張るのが分かると思います。いです。いの時は口角が下がらないように、いというふうになるのではなくて、いと横に広げてください。次はうですね。唇をんと前に出していきます。うと出していきます。そして下の顎を舐めるように、最後はべですね。べとやってみてください。この4つの文字をゆっくりと繰り返していきます。声は出しても出さなくても構いません。もちろん出した方がよりたくさんの筋肉を使うことができますから、効果は上がります。さあ、このあ、い、う、べの体操ですけれども、10回やるとどうなるのか、先ほど見ていただきました。舌の位置、舌の位置がこのように上に上がって、そしてきちっと口を閉じることができて、鼻で呼吸ができるわけです。では、このあいべ体操を30回、91歳の高齢の方にやっていただきました。そうすると、アイベ体操をやる前はこのように少し体の表面、お顔の表面が冷えていたものが、ここ見てください。終了後60分です。60分経ってもこのように赤くなっています。特にこの周り、首の周り、デコルテの部分ですね、ここも赤くなっていることが分かります。こういうふうにして顔も暖かくなっていきますから、もちろん唾液も出ますし、風邪予防につながっていくわけですね。今日はアイベ体操、鼻呼吸について簡単に説明をしました。鼻呼吸で元気な生活を送って
みてください。未来クリニックの今井でした。ありがとうございました。